はい、皆さんこんにちは。今日はプロクリエイトを使った絵の描き方を久しぶりにやっていきたいと思います。こういうチョコレートフォンデュですね、いちごのチョコレートフォンデュをリアルに描いていきたいと思います。で、これバレンタインデーに合わせて動画出そうと思ってたんですけど、ちょっと遅れちゃいましたね。すいません。でもプロクリエイトで前からこういうフードのイラストを描くのが私結構好きなんですけど、それを久しぶりにやってみたいと思います。レイヤーの使い分けだったり、どうやってこのチョコレートのあたりとかをね、綺麗にリアルに描いていくかっていうのを教えていきたいと思うので、よかったら一緒に試してもらえると嬉しいです。はい、じゃあ始めます。最初プラスボタンから、今日はですねカスタムサイズって言って、自分でキャンバスの大きさを指定して始めていきたいと思います。幅が 1500×縦が1700のちょっと縦長の正方形ぐらいの感じかなにして、カラープロファイルはですね RGB に設定して始めていきます。で、まず一番初めですね、イチゴを描いていきます。インキングの中のスタジオペンっていうブラシを取って、色は赤色で形を作っていきます。で、色塗りつぶすときはバケツみたいな感じで放り込むと色が塗れるし、これ違う色に変えたいときはまた違う色を選択して放り投げると、後から何回でも色を変えることができます。で、次ですね、葉っぱのところを描いていくので、新しいレイヤーを1個上にプラスボタンで追加して、この空っぽのレイヤーを一番下ですね、赤色のレイヤーの下に持っていってください。で、この下のレイヤーのところに緑色のブラシを使って葉っぱを描いていきます。で、次このイチゴのところにシャドウとハイライトをつけてあげて、より立体感をつけていきます。で、その時なんですけど、外からはみ出さないようにシャドウとハイライトを塗るとですね、結構綺麗に仕上がっていくので、そのやり方を紹介します。このイチゴの赤色のレイヤーのところをですね、選択するとポチって押すと、その中にアルファロックっていうのがあります。真ん中ぐらいにありますね。で、これを選択します。で、このアルファロックにするとですね、その上から例えばね、ちょっと濃い色を使ってなぞってあげても、このベースの赤色のとこから外にははみ出さないように塗ることができます。で、このアルファロックっていう機能に設定した状態でシャドウとハイライトをつけていきます。で、このシャドウとか塗るときはですね、今回は、アミティインクブラシっていう私が作ってるブラシセットがあるんですけど、その中の、ウォーターエフェクトっていうブラシを使います。で、このアミティインクブラシなんですけど、概要欄の方に EC サイトのリンク載っけておくので、その中にですね、この500円のブラシですね、めちゃくちゃ安いんですけど、このブラシセットを使って今回は描いていくので、よかったらこれダウンロードしてみてください。で、このウォーターエフェクトを使ってシャドウとハイライトを塗っていきます。で、まずはですね、シャドウの部分を塗っていきます。濃いめの赤色を取って、上の上部のこの辺りですね、向こう側に回り込んでる辺りと、あとは上から光が差し込んできた時に、この下部のこの辺り、上からそうですね、5分の4ぐらいのところかながちょうどかなり暗くなるところなので、ここを黒く塗りつぶしていってください。で、次ハイライトですね。ハイライトは結構白に近いピンクの色をとって、塗るあたりはここの辺ですね、ちょうど上から光が差し込んできた時にここが一番白くなる部分なんですけど、ここを中心にハイライト塗っていきます。で、少しだけこの下の部分ですね、ここも白くなるんですよ。なんでかっていうと、下からの照り返し、地面の照り返しで、この下の部分が少しだけ白くなるので、そこをちょっと感じながらですね、ハイライトを付け足していってください。で、ざっくりですね、こんな感じでハイライトとシャドウの部分を塗れたら、今結構この塗ったところがジャギーになったりしているので、ここを、オイルブレンドっていう、同じアミティインクブラシの中にあるオイルブレンドっていうブラシを使って、なじませていきます。で、このブラシどういうものかっていうと、ちょっとなぞってみるとこんな感じで
馴染んでいくんですよ。このエッジのところがね、色が混ざっていくような感じになります。でこれもねとてもよく使えるのでぜひ使ってほしいんですけど、これを使ってこのシャドウのところとハイライトのところが綺麗なグラデーションになるように上からなぞっていきます。でうまくなじませることができるとこんな感じですごい綺麗なグラデーションになってより立体感が出たようなイチゴの形になっていきます。で、この手法を使ってですね、同じように葉っぱのところもシャドウとハイライトをつけて、オイルブレンドでぼかしていくっていうのをやっていきます。でこんな感じでベースのところが完成になります。でこっからなんですけど、このイチゴの種の部分を描いていきます。種です。で種描くときは新しいレイヤーをプラスボタンで一番上に追加して、この空っぽのレイヤーを選択します。でそうするとその中にマスクオクリップっていうのがあるので、そのマスクオクリップをオンにしてください。でそうするとちょっと矢印みたいなのがつくんですけど、この空っぽのレイヤーのところにですね、上から描くとさっきと同じようにはみ出さないように塗ることができるんですね。でさっきと違うのはレイヤーが分かれてるっていう点です。同じレイヤーにシャドウとハイライトをはみ出さずに塗るか、それとも別レイヤーに、種とか違うものを描いていってそれをはみ出さないようにするかっていう設定なので、今回種を塗るときは新しいレイヤーを作ってそこに描いていきます。で例えばこの種をね描いていて、あ間違えちゃったなと思って消してもその下のレイヤーは消えないっていうような設定ですね。これがマスクオクリップです。ぜひこのマスクオクリップとアルファロックですね、同じはみ出さないように塗るっていう設定なんですけど、ちょっと役割が違ったりするので、ぜひここはですね何回かやって、覚えてもらえるといいと思います。でもう少し詳しく知りたい人はですね、以前にもこのプロクリエイトの機能の使い方をまとめたチュートリアル出してます。絶対覚えておくべきプロクリエイトの機能7選みたいな感じの動画出してるので、よかったらそれ見てもらえるとかなりわかりやすいと思うので、ぜひ見てください。概要欄の方に載ってます。で種が描けたらですね、この種のエッジをちょっとぼかしていきます。この種のレイヤーを選択している状態で、左上の調整パネルのところからぼかしガウスっていうボタンが上から2番目にあるので、これを選択して左にスワイプしていくとこんな感じでどんどんぼけていくんですけど、これをですね少しだけぼかしてあげる感じです。もう 2% ぐらいですね。これぐらいで OK です。でこの状態で不透明度を少し下げます。あんまり濃すぎるとリアルな感じがなくなってくるので 50% ぐらいにします。でもう少しだけこの種のところを細かく描いていくので、新しいレイヤー1個上に追加して、これもさっきと同じように選択してマスクをクリップっていうのにしてください。でここにこの種の、中身の部分というか、ちっちゃい粒みたいなのを描いていきます。今まで描いてたこの黒で塗ってたところはですね、実はくぼみのところでして、これから描くのはこの種の中身の部分を白とか黄色ぐらいの色で描いていきます。でここまでできたらですね、もうイチゴは最後仕上げの段階に入っていきます。このイチゴの上のところの光沢感というか、ちょっとみずみずしいテカってしてるところを描いていきたいと思うので、一番上にですね新しいレイヤーを1個上に追加して、ここにですねさっきのウォーターエフェクトのブラシを使って、色は白を取ります。でですね、このテカってる部分、上のところがねテカってる、この粒の周りのあたりですねがテカってるんですけど、そこを、描いていきます。で白は結構強めにですねキュッキュッて入れてあげるような感じで、
かなり思い切って塗って大丈夫です。で塗ったらちょっとオイルブレンドでぼかして、でさらに上から塗ってぼかしてっていうのを繰り返していってください。はい、でこれでイチゴのところが完成になります。結構リアルにね描けてると思います。もう少し細かいディテールやってもいいんですけど、私ね今撮りながら顔かなり遠ざけて描いてるので、そこまで細かいのが描けないんですけど、皆さんはどんどん描き込んでいってください。でこっからなんですけど、チョコレートのところを描いていきます。こっから本番みたいな感じなんですけど、チョコレートフォンデュのこうイチゴがチョコレートにかかってるような部分ですねを描いていくので、新しいレイヤー1個上に追加して、そこにチョコレートを描いていきます。ブラシはスタジオペンを使っています。で茶色の色を取って、このイチゴのところのですね、ちょっとはみ出るぐらいかな、形をかたどるような感じで塗っていってください。で塗りつぶしちゃいます。でこのチョコレートの下のところですね、あのタラーっと垂れてるようなのも描いてみたいので、ここはですねちょっと想像に任せて下に垂れてるようなものを描いてほしいんですけど、もしこれ描けない人はですね、何か写真とかで、まあ、いちごチョコレートフォンデュとかで検索したら、こういうあの実物の写真がたくさん出てくるので、それを見ながら描いてもらっても全然大丈夫です。私も実際今 iPhone をですね左側に置いてて、その写真を見ながら描いてるので、ぜひ皆さんもですね描けない人はまずは写真を見てそれを描写するような感じで描いていってください。でチョコレートの部分形取れたので、こっからはさっきのイチゴの工程と全く同じことを繰り返していきます。まずはこのチョコレートのところを選択してアルファロックです。アルファロックをして周りはみ出さないように設定してあげて、この状態でチョコレートのところにシャドウとハイライトを塗っていきます。使うブラシはウォーターエフェクトです。でシャドウとハイライト塗れたら、次に新しいレイヤーを1個上に追加して、それをマスクをクリップします。はみ出さないように塗る設定です。でこの状態で白色を取ってテカリを加えていきます。でこのチョコレートのところのテカリに関してはラインペンダークっていう、ブラシですね、これもアミティインクブラシの中に入っているので、このラインペンダークを使って、上のところですね、このあたりがグッとハイライトが入ってくるので、結構もう強めに引いていってください。でこのチョコレートの下のあたりもですね、ここ白くなるんですけど、これ地面の反射ですね。で白くなるんですけど、ここのあたりはちょっと薄めに塗っていってほしいです。ウォーターエフェクトのブラシを使って、今かなり湿圧を下げて優しく描いてます。で少しちょっと反射光が当たってるような感じで描いていきます。で最後仕上げはですね、こういうエッジのところをオイルブレンドを使ってぼかしていくと綺麗な仕上がりになっていきます。でそうするとこんな感じで完成ですね。結構このハイライトとシャドウを思い切ってグッて入れていってあげると、より立体感のあるというかクオリティの高い仕上がりになっていくので、この辺はしっかり影がどこに落ちてるかとか、ハイライトがどこにあるかっていうのを観察しながら描いていってください。で最後このオブジェクトをですね、ちょっとサイズ変形だったりとか小さくしたいときは、このグルーピングしたレイヤーをですね右にスワイプしていくと複数選択になるので、この状態で上のですね矢印ボタンを選択すると、こう一気に全部のレイヤーをサイズ変形かけることができます。なのでちょっと上品な感じにしたいので、小さめにして真ん中に配置するように最後仕上げていきますね。でこの背景の色はグレーにして、で真ん中にですね白いスポットライトが当たってるようにしたいので、新しいレイヤーを1個ここに上に追加して、でここにですね白色のブラシを取って、真ん中にソフトブラシのですねブラシでちょっと光が当たってるような感じでふわーって真ん中が白くて周りが黒くなっていくような感じで仕上げて完成になります。
どうでしょうかね。結構ね、いい感じに描けたと思います。はい。で、もしですね、もっと描画したい人は、この右側にスプリットビューとかで写真アプリ立ち上げて、その写真見ながら描くっていうのも結構おすすめですね。でもそれやろうと思ったら12インチですね、 iPad の大きいサイズを買った方がいいと思います。今私11インチ使ってるんですけど、それでスプリットビューで絵を描こうと思うと結構狭いので、この絵をしっかりめに描きたいという人はぜひ12インチの iPad を買うことをおすすめします。はい、ということでこんな感じで以上なんですけど、今日のデザインデータですね、このプロクリエイトのデータは iPad Mate のコミュニティの方に投下しておくので、よかったらあの iPad Mate の人それダウンロードしてもらって、どういう風にレイヤー分かれてるのかなっていう風に最後見てもらえればいいと思います。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。